松山市道湯山40号線の紹介をしていきます。松山市道湯山40号線は松山市日浦多摩谷から青波町を経由し杉立までを結んでいる道となっています。主に上東開発のトラックがよく通っていく道となっています。そのため上東開発があるところまでは道が広くなっています。青波町の集落の入り口まで道が広めです。青波町の集落内は一部箇所狭くなっています。そのため上東開発が設置した交互交通用の信号が途中に設置されてあります。トラックが行き来しているのでこの信号は守った方が良いです。途中まっすぐ左の方へと分かれる道がありますが、松山市道湯山40号線は左手の方に進んでいきます。すると神社があります。この神社は別の項で紹介していきます。再び道が広くなり、小屋峠の方へと分かれる道が途中で分岐します。その先で上東開発への分岐があります。そこから先は湯山40号線本領を発揮してきます。時期場からの続きの道のような感じなので、この先は軽以下の車でないと通らない方がいいです。 4.6 キロ地点までは普通の車でも行けますが、その先は段差が高かったり道幅が狭かったりするので進んでいくことはお勧めできません。えのきが峠まであと 0.7 キロというところで道が狭くなります。まるでナウシカのような風景だったり竹林が広がったりします。終点部はえのき峠標高500メートル。道は 5.3 キロの道です。さて、この先はおまけの紹介です。さて、そのおまけですが、奥道後のロープウェイの上がった先のところがこの先にあります。杉立山に登っていく途中にあります。男の劇場、作詞星野哲郎、作曲北原淳、歌手北島三郎と、あり、正しいものが刀内でなるか、それがこの世の誠じゃないのか、忍の一時に望みをかけてじっと出を待つ、苦しませとの渦を持って知る男のロマン、などと歌詞があります。読んでみると深い歌詞があったりします。この奥道後の園地、道前道後平野の言われが書かれていたりしています。バブル時代に作られたところとなっていて、時代を先取りしすぎた感があります。もし観光ブームの今で作ってあれば、ひょっとすると今でも存続できていたかもしれません。山の奥に佇む奥道後ロープウェイの上側の紹介でした。